私は透明人間を見たんですが、透明人間を見たことある？はい、都内の某ホテルで、はい、場所はどこですか？麻布十番ですね。そこでですね、ホテル大きい声ですね、まず昼間カーテンを閉めて寝ていたら、はい、体を誰かが踏んでですね、でそれで胸のあたりまで来て、それがどんどん足元まで来て、でそこで目を開けたら透明人間、ちっちゃい5歳ぐらいの子供ぐらい子供が、ベッドでジャンプしてたんですね。でそこでもうびっくりして起き上がろうとしても誰かに押さえつけられてて全然起き上がれなくて、でそれからまた動こうとしたらもう一人違う誰かにどこかに連れて行かれそうになったところで目が覚めました。男の子、女の子は全く分からなくて、輪郭だけ分かる。そうそう、輪郭がジェル状になっていて、ただ小さい子供っていうだけ分かる。人の形で中がジェル状、人の形で中ジェル状、プレデターとかペプシマンとかなんか、そんな感じです。怖くはなかった？すごい怖かったです。怖くて昼間なのに。これ新しいよ。誰かが連れとこうとしたっていうのはその子供ではなくてまた違うやつ、違う人が誰かが来て引っ張られて連れて行かれそうになったと。ありがとう。